はい、皆さんこんにちは、吉田正です。いつも動画見ていただきありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらですね。バシン、ナビスコエアリアルクリームシュー味、クリームシュー味。金額はごめんなさい、ちょっとわかんないんですけど、100円から200円の間です。さあ、こんな感じで、サクサクのシジュウソウ。一つも食べたら止まらない美味しさ。薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感。ほう。うまさの秘密はダブルの味付け。フライ後にシチュー風味パウダーかけて、野菜チップ入りクリームで仕上げたと。なんか手の込んだ感じなんですね。ちょっとちょっと興味ありますね。てか、ハサミ。どうなんでしょうね。失礼しました。なんかこんな感じですよ。軽い食感とはですね。軽い。携帯電話業界でこんだけ軽いのを作ったら、それを開発した人は上司に褒められるぐらいの軽さですね。うん。これなんかどっかでやっぱこういう食感味だったことあるもんね。いろんなもの食べてきましたけどね。やっぱ子供の頃からもね、考えると。で、味はね、薄い。軽くて、いいんだけどね。うん。でも薄い方がいっぱい食べれるのかな、これね。うん。うまい。うん。うまい。うん。星5つ。差し上げたいと思います。ありがとうございます。ということで今日ご紹介したのはエアリアルのクリームシチュー味でした。ありがとうございます。